い、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトです。久しぶりの、フィルムカメラのご紹介です。もうね、ここのところジャンク、まあハードオフに行っても、まあいろんなリサイクルショップ行ってもなかなかね、いいご紹介できるようなフィルムカメラなかったんですけども、今日久しぶりに仕事の帰りに立ち寄ったハードオフで見つけました。はい、ということで、私の YouTube 動画では初登場ですねになると思います。ペンタックスの K シリーズの中でも一番廉価版モデルと言われるペンタックス KM を今日見つけました。で、ショーウィンドウに入っていて、ちょっと見させて、ショーウィンドウ外から見てね、レンズ付きでレンズにカビがあるということだったんです。で、シャッターは切れますというご紹介だったんですけど、どうなんだろう。僕ね、私はこの K シリーズで、どうも、フォーカシングスクリーンの上に乗っかったというか、プリズムの間に入ったモヤモヤですよね。モルトの劣化したもの。これがね、K2 でもひどかったし、KX もひどかったので、多分これもそうなんだろうと思って、でも、カビの程度がね、レンズのカビの程度が、軽ければ、もしくは店員さんの見落としで表面についたものだったらいいのかなと思って見せていただきました。この他にオリンパス OM30 があったんですよ。 OM30 の方安かったんですけども、ボロボロでしたね。なので、こちらだけ、確保をしてきました。見せていただいたらね、まずシャッターは、全速切れます。1秒から1000分の1秒まで切れました。で、まず最初にね、このカメラのご紹介先にしますね。発売は1975年です。ペンタックスが、ユニバーサルマウントとして K マウントのカメラで発売した、かなり力の入ったカメラだったんですけども、実はこの1975年1年間だけの発売で、翌年からは1976年からは、ペンタックス MX がね、 M シリーズに移行してしまいます。なのでこの K シリーズ、この K2、KX、ご紹介する KM、 3種類発売されたんですけども、比較的弾数が少なくて、私ね、この KM は初めて、手にしました。はい、で、今まで、K2、KX を、手にしたことがあるので、その時に思ったのが、やっぱり先ほどから言っているように、モルトがいっぱいね、もやもやしててすごく嫌だなっていうカメラというかね、印象が深かったんですけども、実はこれファインダー覗いたらね、モヤモヤってのがないんですよ。モルトのモヤモヤっていうか、モルトカスが落ちてないんですよ。で、それと同時にファインダーを覗いた時に、なんか意外に暗いな。で、暗さがなんとね、ペンタックス S シリーズですね、この前のモデル、プラクチカマウントのモデルとよく似た暗さなんだなと思っていて、実は先ほど、いろいろ調べていたら、これ基本的にはペンタックス SP というかね、 S シリーズの M42 プラチカルマウントの、プラチカルマウントのマウントを K マウントに改造した一番言ってみれば成熟した機構を、用いて、廉価に仕上げたカメラだということが書いてありました。道理でね、ファインダーのモヤモヤないはずですよね。なのですごくファインダーは暗いんですけども、嫌なモヤモヤはないです。で、この辺りの、なんていうの、この辺りの曲線というかデザインが本当にペンタックス S シリーズの、引き継いでますよね。
そう言われてみれば確かにこれ、ペンタックス S シリーズですね、 M42 マウントのカメラを K マウントに改造したんでしょうねっていうことがよくわかるカメラでした。で、はい、カメラの状態ですけど、実際はね、レンズカビありますって書いてあったんですけども、お店でも見たんですけど、実はレンズね、カビというかね、なんか汚れは確かにあるんですけれども、言うほど、はい、汚れてないっていうかね、今拭いたらちょっと取れちゃいましたね。はい、後ろ玉ちょっと拭いたらカビだと思ったので取れちゃいましたね。言うほど汚れたレンズじゃないです。こんな感じですね。なので、まあレンズだけでもね、このカメラこれで3300円だったんですけども、レンズだけでも十分元を取ったと思います。で、なおかつこちらあとモルト交換して、よく見るとこれ皆さんご存知の方いらっしゃると思いますけども、プリズム腐食で、線が入ってるんですね。こうやってちょっと遠くから見ると分かるんですけども、実際にファインダーを抜いてしまうと全く分かんないくらいの細い、筋が入っています。なので撮影にはね、何ら問題ない、ですし、ボディもまだ何も手つけてないんですけども、当たりもなくて非常に綺麗な状態のカメラが見つかりました。この K シリーズ、ボディ感というかね、重量感というかっていうのは、私M シリーズより私 K シリーズが好きですね。 M シリーズよりも K シリーズの方がカメラらしくて、おそらく私が小さな頃カメラの絵を描くとしたら、間違いなくこのカメラの、これとかね、ニコンの、FM とか FE とかね、あのあたりのカメラで、こういうカメラですよね、描くと思います。なので、なかなかいいぞ、これはなかなかいいぞって本当に思っています。シャッター音はね、こんな感じですね。あ、これね、ただミラーの当たるボルト交換してないので、書かれてるので、あんまりシャッター切らない方がいいかもしれないですけど、非常に軽快にシャッター切れます。はい、ということで、フィルムカメラ YouTube をやっていて、もともとレンズの話ばっかりしてましたけども、やっぱりフィルムカメラのもうご紹介する機種がね、だいぶ少なくなってしまったので、これからもね、フィルムカメラいいのが見つかった時にはご紹介しますし、見つからない時にはオールドレンズの見つかった作例なんかをご紹介していきたいと思います。今ね、こういう人もいますけど、急に雷で、大雨になったのでちょっとうるさいですけれども、はい、皆さんも急な雨にはお気をつけください。はい、今日は久々に手に入れた、これいいね、これいいですね、これ結構いいかもしれない、ファインダーにゴミがないのがすごいですね。ペンタックス系のご紹介でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。